今日は5月23日の6時ぐらいですね。はい。で、まあ今日の結果リザルでござるだけれども、懐かしいな、バザールでござるっていうのがなんか頭の中に出てきたので、これ分かるのは埼玉県民の。はい。まあ一応ここ台所の断熱ですね。やっぱりその朝方すごい暑いんですけど、ムワーってこの天井、日光が天井に当たって、その屋根裏の熱気が朝一からバーってあそこは降りてくるんですけど、それがないですね、気持ち。はい。断熱の重要ですね。はい。であとは次からちゃんとした家を買おうっていう感じですね。であとはここはもう DIY の館にでもしてしまうか。面白いね。まあ、DIY したい人向けの練習用の家でも面白そうですね。はい。あとここが、まあ、ここ壁が仕切れてきたからようやくね、想像できやすくなってきますけど、はい。で、これがですね、元書斎ですね。まあ、あとはここに、石膏ボードですね。今ここに切り欠けの石膏ボードがあり、まあここに、まあドアなんだよな。これ邪魔くさいよね。ほんと邪魔くさいよね。邪魔くさいよね。マジ邪魔くさいよね。バシバシ叩きすぎる。まあこれ取っちゃうかっていう感じですね。やべえよ、めちゃめちゃもう膨らんでんじゃん電池。やべえ、取っちまえ。はい。というわけで、いや進まないな、体が痛いですね。特に肩が痛い、肩とね、ケツが痛いですね。なので、まあここがゆくゆくはまあ俺の部屋になるという感じですね。で、満室になったら、僕は多分ここをオープンして一通り終わったら、おそらくまたここに戻ってきて、満室になった場合、おそらくここが僕の部屋兼スペースになると思われる場所ですね。はい。なので、まあまあまあ、なんかもう気持ちがちょっと、体と体力っていうか、もう、ダメだな。その作業の効率化に関して言えば、頭の中の効率化が一番先だと思う。うん。その日の作業をもっともっと細かく落とし込むべきだわ。今日のやることはこれって決めてはいるけど、じゃあそのやることをどのようにやっていくかっていう細かい手順まで決めないとダメだね。うん。むしろそれが、いや取り掛かってから、いやこんなこともやんなくちゃいけないのかっていう、なんか余分な作業の対応に追われていてね、追われるんだね。まあしょうがないってしょうがないんだろうね。で、あとね、1センチ間違ったわここ。で、あとね、忘れたわ、これ床ね、ここ根田が反ってるんよ、もともとの床だからね、フラットじゃないんだわ。そうだから、これが多少これアーチになってるんよ。で、これは寸法はまあ合ってんだけど、ここは緩いんだけどね、こっちに来るにつれてね、少しね、こうなってるんよ。だから寸法ビタで合わせたんだけど、ビタで合わないんだわな。それにようやくもともと気づけっていう話だけど、忘れてたので、はい。まあそれをまた思い出したので、またエッジアップとやっていきますかっていう感じです。はーい。はーい。今日5月24の昼っすね。いやー、なんかな、両立ができないな、動画の撮影と。まあそれなりに終わったんだけど、まあ一応台所のこの天井を やってます。あとこれ、ここの天井をやった思うことは、涼しい、めちゃめちゃに涼しい。で、あとは
ここだね。でこれ多分あれ屋根に登った時にあっち側から抜いたんでしょ、踏み抜かれてる感じでしょ、中途半端に踏んで。だからこれはもう石膏ボードなんで、もうこれ直さないで、あのスタイロフォームで無理くり蓋します。もうそれでやるしかないですね。はい、まあ、ここはまだやらないけれども、まあ、一応昼までに終わったことは、台所のやつと、まあ、一応ここ作業スペースをちょっと確保してましたね。これに時間かかった。で時間かけてこの枠っすね。やっぱり1軒で良かったくさいですね。ちょっとね薄くしちゃいましたね。なのでこれは、まあ、どうせあの仮でどうせ撤去する予定なので、うん、まあ簡単でいいと思います。まあ、一応ここに壁ができの、この石膏ボードの壁できのできの、まあ、ここを、はあ、めんどくせえからまだ取ってないんだわ。で一応これレールが1本しかまだないんで、レール2本つけてちゃんと窓にしてからになるかな。はい、やっぱ風の抜けがめちゃくちゃいいね。はい、余計ね網戸が欲しいです。はい、まあ、一応今日はここを枠をつけて石膏ボードを片っぽ打って、あそこの断熱材を使えるところまで行けたらいいかなという感じです。はい、という感じでやっていきましょうか。こんな感じで、この時はもう動画まとめなくちゃいけなかったことしか今回は、上げてませんね。で今だいぶ進んで、まあ、もうそれでオープンできるかなぐらいのところに、はい。